フェリックス・ゴットバルトは、オーストリアザルツブルク州ツェル・アムゼー出身のノルディック、複合選手である。1994年リレハンメルオリンピックの 15km 個人に18歳で、出場。1998年長野オリンピックには 15km 個人と、4X5km 団体の両種目に出場し、結果は、個人21位、団体4位であった。 ノルディックスキージュニア世界選手権には1993年から1996年まで4回、出場資金、メダル1個、銀メダル1個、銅メダル3個獲得している。2002年ソルトレークシティオリンピックでは、15km 個人、4x5km 団体、7.5km スプリントの3種目、すべてで銅メダルを獲得。さらに、 2006年トリノオリンピックでは 7.5km スプリント 4x5km 団体で金メダル 15km 個人ではゲオルクヘティヒに敗れるも銀メダルを獲得したノルディックスキー世界選手権では2003年大会の 4x5km 団体で金メダルを獲得その他1997年大会から2005年大会にかけて 二つの銀メダルと五つの銅メダルを獲得している。ノルディック複合、ワールドカップでは1992から1993シーズンから出場、2000から2001シーズンには個人総合優勝を達成。また、ホルメン・コーレンスキー大会では2001年、2003年の2度優勝している。これらの実績から2003年には、 ドイツのロニー・アッカーマンと共にホルメンコーレンメダルを授与されている。2007年のルディックスキー世界選手権、札幌大会ではスプリント、グンダーセンともに5位、団体4位と、メダルにはわずかに手が届かなかった。2006から2007シーズンを最後に現役を引退した。彼を記念して、ザールフェルデンのウッテンホーフェンにあるジャンプ台にその名が、冠された。 2008年には、自伝エインタグインマイネムレーベンを出版した。2009年5月17日に、現役復帰を表明。復帰後最初の試合は10月18日から19日のオーストリア選手権で、ノーマルヒル、ラージヒルともに2位となった。11月28日のクーサモで3年ぶりに、ワールドカップに復帰する予定だったが病気のため、欠場した。 12月15日から16日のリレハンメルラージヒルで15位と12位になり、復帰を果たすと12月18日にラムサウのノーマルヒルで2位となり、以後上位入賞を続けて1月9日のバルディフィエンメでは復帰後初勝利を挙げた。ワールドカップ総合2位で臨んだ2010年バンクーバーオリンピックでは個人ノーマルヒル14位。 個人ラージヒル17位に終わったが、団体戦では、ベルンハルトグルーバー、マリオ・シテヒャー、ダビット・クライナーと共に、金メダルを獲得した。2010から2011シーズン終了時点で、ワールドカップ通算23勝総合優勝1回、総合2位3回、総合3位3回。ありがとうございます。